だな。さて、今日も天気がよく、この辺見るとこれまだちょっと紅葉は早いかなっていうふうには思うんですけど、いやー今日も朝日が綺麗だな。わー、もう皆さん見てくださいよ、これ素晴らしいですね。これはさん、おはようございます。エンドポイントのしょげげです。今日は11月の2日、時刻は5時の13分なんですけど、今日は今圏央道の方にいるんですけど、これからちょっと出かけたいと思って、いつものように朝早く起きて、こっちの方に、来たような感じなんですけど、今日はどこに行くかと言いますと、ここ最近本当に台風の影響で、いろんなところが被害受けて、千葉でもそうですし、この関東も含めて、隣接してる県も土砂崩れが起きたりとかいろいろあって、ちょっとドライブとか行ったりするのをここ最近は自粛っていうか、しばらくちょっと行ってなかったんですけど、今日は、今日から一応土日月と3連休になるんで、どこか出かけようかなと思って、久しぶりに車を走らせてるような、そんな形です。で、今日はどこに行くかと言いますと、自分が好きな、前に、清里の映像は、清里の映像、ありましたよね。新温泉に行った時に、確か清里の方行ったと思うんですけど、今日は清里に行くっていうわけじゃないんですけど、八ヶ岳の北斗市ですね、あっちの方に行こうかなっていうふうに思ってます。それで今回は日帰りっていうか、それで行こうと思ってたんですけど、一昨日ぐらいからちょっとホテルとかいろいろ見たりしてて、どっかいいとこあったら泊まってこようかなと思って見てましたら、一昨日の時点でいっぱいになっちゃってて、で、こんな2日前だからもうしょうがないよなと思って、今日また見たら、多分あれキャンセルが出て、その今まで出てなかったそのホテルがまた出てたりしてたんで、すかさずそこの
隙をついて、ホテルの方を予約したんで、今日は1泊2日で行こうと思ってます。なんで今日1日夜まで、そっちの八ヶ岳とかあっちの方にいられるんで、普段見れないようなところを見れたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、で改めてっていうか、自分も北斗市っていうか、あそこの辺の情報を見ていたら、自分の知らないところが結構たくさんあって、今日は、そこに、行ってみたいなっていうふうに思いましてそっちの、山梨県ですねの方に行こうと思ってるんですけど、それと合わせて今紅葉の時期になってるんで、それがメインでちょっと行こうかなっていうふうには思ったんですけど、正直例年だとこの11月の頭ぐらいっていうのは、紅葉シーズンの真っ盛りだと思うんですけど、今年は暖冬っていうか、温度が高い日が続いたんで、正直紅葉にはちょっと早いかなっていうふうには思ってるんですけど、紅葉の始まりみたいな、色づき始めみたいなものが、見れればいいなっていうふうに思ってるんですけど、それは行ってみないと分かんないんで、そっちの方に行って、あと見に行きたいと思ってます。それにしてもあれですね、もうあっという間にというか、もう日が上がるのが遅くなって、今5時18分ですけど、まだこの暗さなんで、だいぶ日が上がるのが遅くなったなっていうような感じですね。それに結構明け方っていうのもありますけど、肌寒い感じなんで、やっぱりもう季節的には冬なのかなっていうふうには思いますね。冬って言ったらちょっと早いですが、秋なのかなっていうような、そんな感じですね。で今のところ渋滞には巻き込まれてないんで、その八ヶ岳っていうか北斗市の方はそんなに遠くはないんで、片道4時間かかるとかそういう感じじゃないんで、結構早い時間に着けるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、早い時間に着いたら着いたで、紅葉のスポットみたいなところに行って、一足先に、そういう、紅葉がある場所を見てきたりしたいなっていうふうには思ってるんですけど、やっぱり人がいないと写真とかも撮りやすいんで、本当は走るのもそうだし、見るのもそうなんですけど、そういうふうに朝の早い時間とかにスーッと見られるような場所があれば、周りのちょっと目も気にせずいろいろ見れたりするんで、そういうものを見ていきたいなっていうふうに思ってますね。それではまたもう少し明るくなってからまた話していきたいと思いますので、また次の場面に
切り替えたいと思います。